さあ、もうちょっとテクニックのあるプレー、ゴールから再びサクト、切り込んで自分で行った、キーパーの脇をかすめるシュートが決まりました。サクト2点目、セレッソ大阪2対0。ただもう一度川崎のボール、長谷川達也のシュート、オープニングシュート、川崎フロンターレそのまま先制点。決めたのは小柄なドリブラー長谷川達也、フォーサイドフリー上げた、あっとシュートダイレクトではなく一旦キープして、もう一度枠を取ってきました。鹿島アントラーズファントム、ここで勝ち越し、後半終了間際の勝ち越しゴール。さらにあっ、シュート枠の上で決めていきました。遠目から決めていきました、名古屋グランパスミノ。もう入っちゃってるんですか。あっという間でしたね。ムー選手もう入っちゃってるんですか。もう移籍しました。すげー。中央伊達に送って、シュート放った、決めました。長かった、先制点があれが長かったですが、ようやく欲しかった先制点を取りました。さあ中央です、川又健吾つながった、上原力也、川又健吾のシュート、そのまま突き刺さった、延長ゴールデンゴール方式、最後に決めたのは川又、さあもう一度シュート放った、突き刺さった、名古屋グランパス前半のうちに2点目。もう一度カットは山が、そしてセルジーニョ、セルジーニョ、セルジーニョ、カット、自分で決めた、自分で決めました、セルジーニョ。試合前注目選手に挙げていたこちらのセルジーニョが松本山雅 FC を勝利に導ける1点も決めました。